サンドランスは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、イカナゴカの総称にちなんで命名された。なお、退役から8年後に、スタージョン級原子力潜水艦12番艦として2代目、サンドランスが収益している。アメリカンサンドランスノーザンサンドランスサンドランスは1943年3月12日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年6月25日にイーリス・バーローズ夫人によって命名浸水し、1943年10月9日にニューハンプシャー州ポーツマスで艦長マルコム・イー・ヤリソン中佐の指揮下収益する。サンドランスはコネチカット州ニューロンドン沖で訓練を行い、 1943年12月18日にパナマ運河地帯に向けて出港した。12月30日に運河を通過し、1944年1月17日に母港となる真珠湾に到着した。軽順用管轄した2月8日、サンドランスは最初の紹介で千島列島方面に向かった。ミッドウェイ島で給油し、2月24日に、 バラムシル島近海に到着したが、その前後に2つの低気圧と流氷群に遭遇した。サンドランスは、バラムシル島南東海域で吹雪をしのぎながら、紹介し、2月28日に、北緯50度02分統計155度26分、北緯50.033度統計155.433度、50.033、155.433の地点で、 海舎町丸を発見し撃沈。しかし、流氷によって、潜望鏡のうちの一本が破損してしまった。3月2日深夜には、北46度00分統計149度08分、北46.000度統計149.133度、46.000149.133のウルップ東西北西海域で、 小樽から松和島に向かう輸送船団を発見。23時15分にヤマ山丸を撃沈。サンドランスはさらに別の目標に向けて5本の魚雷を発射した。しかし、この目標は日本船ではなくソ連船ベロルシアであり、魚雷が命中して5人撃沈してしまった。その後、サンドランスは南に下り、3月11日に沿岸貨物船に対して、 魚雷を二度にわたって発射したが、命中しなかった。この時点で、残りの魚雷は六本しかなかった。三月十二日から十三日にかけては、飛行機の制圧を受けた。その直後の二時、サンドランスは、八条島西南西海域で、潜望鏡を上げてみると、時間が輸送船団の中にいることに気づいた。この輸送船団は、サイパン島に向かう、東松二号船団であった。 3時14分、サンドランスは、監首発射艦から、戦断機関の軽巡洋艦タツタと、輸送船国高丸に向けて2本ずつ発射。急旋回して、艦尾発射艦から別の目標に向けて、最後の魚雷2本を発射した。サンドランスの魚雷は、タツタの上に1本命中し、国高丸にも命中した。攻撃後、 サンドランスは護衛の駆逐艦から16時間にわたって100発以上の爆雷の洗礼を受けたが、被害はなかった。立タ田タは15時36分に沈没し、国高丸も相前後して沈没していった。3月23日、サンドランスは44日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。この紹介の功により、サンドランスに主君部隊賞が授けられた。4月20日、 サンドランスは2回目の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。5月3日、サンドランスは北緯15度20分統計145度34分、北緯15.333度統計145.567度、15.333145.567の地点でカンヤスマルを撃沈。8日後の5月11日、5月14日、サンドランスは 北緯13度43分統計144度42分、北緯13.717度統計144.700度、1 3 7 1 7十4 4 7 0 0のグアムアプラミナト北方で、第3503戦団から分離して、グアムに向かう輸送戦団を発見し、候補丸に対して、魚雷を4本発射。1本が命中し、候補丸は沈没した。 5月17日未明にも、北緯14度58分統計144度49分、北緯14.967度統計144.817度、14.967144.817のテニアン島西南西海域で、パラオに向かう輸送船団を発見。これも、第3503船団から分離した船団だった。最初の攻撃で、 大国丸を撃沈した後、戦団をさらに追跡。この間に近くにいたタニーを呼び寄せて攻撃に加わらせた。18時40分にタニーが日和丸を撃沈した後、サンドランスは北緯14度40分統計142度30分、北緯14.667度統計142.500度、14.667142.500の地点で、 日より丸遭難者を救助するために引き返してきた復興丸を撃沈した。この攻撃でサンドランスはすべての魚雷を使い果たした。サンドランスの一連の戦果は間近に迫っていた。6月5日、サンドランスは35日間の行動を終えてフリーマントルに祈祷した。7月3日、サンドランスは3回目の紹介でモルッカ海セレベス海方面に向かった。 7月14日、サンドランスは、南位05度56分統計121度34分、南位5.933度統計121.567度、マイナス5.93321.567の地点で、特設砲艦対抗丸を撃沈し、別の船にも損害を与えた。4日後には、スールー諸島海域で大型輸送船を発見したものの、 高速の護衛艦に攻撃を阻止された。8月1日に貨物船を損傷させた後、2日後の8月3日にアモエサン湾ンの浅瀬にいるところを爆撃され、サンドランスは急速先行で新進度に先行していった。8月7日、サンドランスはスラウェシ島沿岸を航行する小型船の船団を発見し、船望橋を上げようとしたところ、 上空で紹介していた95式水上偵察機が対戦爆弾2発を投下。爆弾はサンドランスの後方で爆発し、左辺のシャフトと減速装置を破損した。続いて護衛艦からの爆雷攻撃を受け震度130メートルに潜りかけたが、爆雷攻撃の影響で艦尾発射艦に装填してあった魚雷のうち1本が加熱した。サンドランスは 震度30メートルに戻して加熱した魚雷を発射。魚雷は間もなく爆発したが、これはサンドランスの完備の損傷を大きくさせる原因にもなった。サンドランスはこれ以上の攻撃は受けず、また先の爆発は日本側に潜水艦撃沈と思い込ませるのには十分だった。日没後、サンドランスは浮上して修理に取り掛かったが、 シャフトと減速装置の損傷にはお手上げだった。サンドランスは紹介を打ち切り、右舷側のシャフトだけを動かして航行した。8月19日、サンドランスは45日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島9月10日にフリーマントルを出港して、真珠湾を経由し、11月1日にメアアイランド海軍造船所に到着。 修理は1945年3月13日まで、続き、修理完了後新珠湾に開港された。4月10日、サンドランスは4回目の紹介で日本近海に向かった。本州から北海道の沿岸に沿って紹介し、5月14日に襟も岬近海で特設総海定吉野丸を撃沈。これが、この紹介唯一の戦闘行為だった。6月6日、 サンドランスは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がジェームス・ジー・グライスに変わった。7月5日、サンドランスは5回目の紹介で、日本近海に向かった。サイパン島で燃料を補給した後、日本本土を爆撃する部隊の救助配置任務に当たる。8月15日に戦争は終了し、翌日サンドランスは、ミッドウェイ島及び、 真珠湾に進路を向けた。8月30日、サンドランスは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。しばらく停泊の後、サンフランシスコに向かった。9月7日に、サンフランシスコ海軍造船所に不活性化のため入居する。サンドランスは1946年2月14日に、サンフランシスコで退役した。サンドランスは、 予備役のまま保管され、その後総合防衛援助計画の下ブラジル海軍へ対応されることが決定した。修理、成長後サンドランスは1963年4月6日に、艦長カール・エイチ、セベニウス・ジュニア・中佐の式下真珠湾で最終益した。サンドランスは6月24日に、真珠湾を出港、7月1日に、サンフランシスコで、 ブラジル海軍の士官及び兵員を訓練のため上官させた。訓練は1963年9月7日に完了し、サンドランスはアメリカ海軍を退役、ブラジルに退与された。ブラジル海軍ではリオグランデドスルの官名で収益し、8年間活動した。1972年5月13日、ブラジルはアメリカ海軍から元グランパスを購入した。 リオグランデドスルは退役し、グランパスがリオグランデドスルの感銘を受け継いだ。1972年9月15日、ブラジルは元サンドランスを書類上返却し、10月12日に5万5000ドルで購入した。この購入の際にサンドランスはアメリカ海軍を除籍された。ブラジル海軍はサンドランスを予備部品として分解し、 感は3年のうちにスクラップとなった。サンドランスは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞及び1個の主君部隊賞を受賞した。ありがとうございます。